三重先生です。和弘先生です。これからアート富士見野のコマ撮りアニメの制作現場を覗いてみます。ここがアート富士見野のアトリエです。壁にいろいろな絵が飾ってあります。和弘先生が今コマ撮りを撮影していますね。机の上に台を乗せ、両側からライトを照らしていますね。カーテンを閉めて外からの光を遮っています。そして真上にカメラを置いて撮っています。厚紙で作った画面の中で登場人物を少しずつ動かしながら写真を撮っています。ほんのちょっとずつ動かして写真を撮る、これを繰り返すんだね。ちなみに口は違う形に切った色画用紙を用意して、それを使い分けて喋っている様子を表しています。へえ、そうなんだね。眉毛なども位置をちょっとずつ変えて表情を作っています。細かいパーツは竹串などを使うと動かしやすいです。なるほど。登場人物や背景は物でも OK です。例えば粘土や鉛筆、消しゴムなどを使っても面白いと思います。わー、みんな出てきた。鉛筆も消しゴムも楽しそうに動いてる。たくさんの画像があった方が滑らかな動きになります。滑らかな映像を作るためには約1秒間に7枚から8枚の画像が必要になります。そんなに撮るの？というと1分間の動画には何枚必要かな。1秒間に8枚使うとしたら480枚の画像が必要になります。わあ、すごい数。僕らが今動いているように見えるのもたくさんの画像を使っているからなんだね。また動画を作るには背景も大切です。登場人物と同じように背景もちょっとずつ動かしています。うわ、本当だ、雲が動いている。コマ撮りアニメの作り方分かってきましたか？はい。ではみんなで楽しいストーリーを考えてコマ撮りアニメを作ってみましょう。おお。